ボリス・シンプソン、ボリス・シンプソン、1896年6月19日から1986年4月24日は、ウィンザー公爵、エドワード、元イギリス国王エドワード8世の妻、王冠をかけた恋として知られるこの結婚のため、エドワード8世は退位して、ウィンザー公爵となり、彼女もウィンザー公爵夫人となった。アメリカのボルチモアの一族、 ウォーフィールド家に生まれる。本名ベッシー・ウォリス・ウォーフィールド。生後5ヶ月で父を結核により失ってからは、下宿を経営する母と二人きりの苦しい生活を強いられることとなる。幼少時代は、裕福な親戚の援助によって、両家の友人たちに囲まれて成長することとなった。その後、ボルチモアの社交界にデビュー。彼女は抜群の美貌ではなく、 また小柄だったが、おしゃれや会話術、ダンスなどに人一倍の努力を払っていたこともあって、男性たちを魅了、ボーイフレンドに恵まれており、常々金持ちでいい男を見つけて結婚するのが夢なのと周囲に語っていたという。1916年にアメリカ海軍の航空士官中尉と結婚したが、夫のアルコール依存症に起因する DV と女癖の悪さに耐えかね、 1927年の夫の中国への転勤を機に離婚した。1928年にはニューヨーク生まれの船舶中海外社社長のと結婚した。アーネストは父の生まれたイングランドに憧れ、イギリス国籍を取るため、イギリスこの F 評連帯の将尉になった経歴があり、夫の経営する会社のロンドン支店で働くうちに社交界につながりを持つようになった。 これに伴う形で、すぐに、社交界内の花形になったボリスは常々、今がとっても幸せと語っていたと。シンプソン夫妻を、王太子エドワードに紹介したのは、当時の王太子の愛人であった、ファーネス死者夫人テルマであった。1931年1月に、夫人の別荘で模用されたパーティーにおいて二人は出会い、ボリスは王太子に一目惚れし、 同年6月にはバッキンガム宮殿で開かれた王太子の父上司5世の越見にシンプソン夫妻が揃って散大した。夫人がニューヨークに出かけた1933年の冬頃、ウォリスは王太子と不倫関係となった。以降の2年間は王太子から夫妻揃って一度となく、ロンドン郊外の王室所有の別荘に招待されるようになったが、王太子は次第に ウォリスにのみ極端に緊密に接するようになり、ウォリス自身もそのような王大使にますます惹かれていった。その後の王大使は、シンプソン夫婦がまだ婚姻関係にあるにもかかわらず、外遊には必ず、ウォリスを同伴させ、高価な宝石などを好きなだけ買い与え続け、王大使の邸宅で同棲するにまで至った。一方、ウォリスの夫シンプソンにも当時愛人がおり、シンプソンは、 妻と王大使のこのような行情をほぼ黙認していたと言われる。さらにウォーリスも中英ドイツ大使で、その後ドイツの外務大臣となった、ヨアヒム・フォンディ・ベントロップや他のイギリス人とも性的関係にあったと噂された。1936年1月のジョージ5世紀の死後、王大使は独身のまま、エドワード8世として王位を継承し、即位式にはウォーリスが、 立ち会人として付き添った。しかし、王室関係者は王リスを、ただの友人扱いをしたため、エドワード8世はボリスに対して、愛は募るばかりだ。別れていることが、こんなに地獄だとは、などと熱いまでの恋心を綴ったブレターを送ったり、これ見よがしに、ボリスと同年の8月から9月の間に、王室の所有するヨットで、海外旅行に出かける、ウォリスと共にペアルックのセーターを着て、 こうの場に登場する、とアピール繰り返した。しまいには、スタンディ・ボールドウィン首相らが出席しているパーティーの席上で、ウォリスの夫アーネストに対して、さっさと離婚しろなどと同喝した挙句に暴行を加えるなどいった騒ぎまで引き起こした。ウォリスは、夫の不定を理由に、裁判において離婚を申し立て、1936年10月27日に、勝訴した。 これに対して、エドワード八世は、ウィンストン・チャーチルと相談しながら、私は愛する女性と結婚する、固い決意でいるという真意を国民に直接、訴えようと、ラジオ演説のための文書を作成する準備をしたが、ボールドウィン首相は演説の総行の内容に激怒し、政府の助言なしに、このような演説をすれば、立憲君主制への重大違反となるとエドワード八世に伝えた。 チャーチルは、国王は極度の緊張下にあり、ノイローゼに近い状態であるとボールドウィン首相に、進言したが、ボールドウィン首相はそれを目殺し、事態を沈静化させるために意を決し、1936年11月に、エドワード8世の側近である、個人秘書のアレグザンダー・ハーティングを呼び寄せて、エドワード8世の元に派遣し、王とシンプソン夫人との関係については、 新聞はこれ以上沈黙を守り通すことはできない段階にあり、一度これが公の問題になれば、総選挙は避けられず、しかも総選挙の争点は、国王個人の問題に集中し、個人としての王の問題はさらに多い、王政そのものに対する問題に発展する恐れがありますという文章を手渡し、王位からの退位を迫った。この文章をきっかけに、エドワード八世は、 退位を決意し、12月8日に即近に退位する覚悟を決めたことを伝えた。12月11日に、エドワード8世は、BBC のラジオ放送を通じて、退位を表明した際は、後ろで、跳ね橋が上がっていく。あなたを何もないところへ連れてきてしまったと語ったという。これを機に、イギリス国内のマスコミはウォリスに対する批判を開始し、 アメリカの売春婦をやっつけろなどとまで書き立てるタブロイド氏もあったという。これに反してアメリカのニュースウィーク氏は様々な人種、階級、宗教からなる世界の5億人を統治する者がアメリカ人と結婚しようとしている。その女性は個性的な魅力で無名の一族から世界最強の王罪と上り詰めようとしている。1936年12月12日号より、 などと、好意的に記しているが、イギリスでは、このような見方は少なかった。普段機上のアオリスも、この時ばかりは、精神的にダメージを受けたらしく、必要に追いかけてくるマスコミから逃れるために、カンヌの別荘に避難した。エドワードは12月12日深夜に、ポーツマスの軍港から出港し、イギリスを去り、翌1937年6月3日に、 フランスのトゥールで二人は挙式し、その際の婚約指輪は、かつて、ムガル帝国皇帝が所有していた、世界最大のエメラルドを半分にした片方だった。式には、ごく親しい16人の友人のみを招き、あんな離婚歴のある、アメリカ上、王室の一員に加えるのかドトオーリスを疎ましく、思っていた王室と、政府からは誰も来なかった。エドワードには、 ウィンザー公の称号が授けられ、ボリスは公爵夫人となったのだが、イギリス王室のボリスへの怒りは解けそうにもなかった。特に、ウィンザー公と兄の後継者として即位することとなった、ジョージ六世の母であるメアリー王太后や王妃となったエリザベスは、生来病弱な上に、室音症や足の障害を抱えるジョージ六世の体を気遣い、彼を無理やり大いにつかせたとボリスを憎んだ。 以降、エリザベス王妃はウォーリスを、あの女、ジョージ6世も、シンプソン夫人と呼び、決して、ウィンザー公夫妻を公式行事に招待することは、なかった。フランスに暮らし、王族でありながら無視された、存在の二人に目をつけたのは、ドイツの指導者のアドルフ・ヒトラーだった。イギリスには好意を持ちながらも、自ら進める急速な勢力拡大により、ヨーロッパで孤立を深めていたヒトラーは、 イギリスの全国王を私的な品格として自国へ招いたのである。夫妻はドイツで熱狂的な歓迎を受けた。結婚以来、ウォリスを好意的に受け入れてくれたのはドイツが初めてだった。これに気を良くした夫妻には、ナチ党寄りの発言や行動が目立つようになり、ヨーロッパ情勢が緊迫する中におけるこのような夫妻の言動をドイツに誤ったシグナルを送ることになると嫌った。 ギリス政府はウィンザー公をバハマ総督に任命して二人をヨーロッパから離した。しかしこのような不注意な言動はドイツによるポーランド侵攻をきっかけに1939年9月3日にイギリスがドイツに宣戦線復刻し第二次世界大戦が始まった後も続いた。ボリスはナッソーで第二次世界大戦下の5年間を暮らした。総督とはいえ名誉職であり、 買い殺しのような状態であった。ボリスは、ここは、ナポレオンが、流刑にされた、セントヘレナ島よと言って、バハマを嫌った。ボリスが特注のエルメスのバッグを持ち、毛皮や宝石で飾り立て、飛行機で何度も、アメリカへ買い物をしに旅行する姿は、戦時下で苦難にあえぐ、人々の批判の的となった。また、彼女は、人種差別者であり、 アメリカのおばに宛てた手紙の中で、バハマ人口の大部分を占めるアフリカ系住民を、怠け者と部別しており、このような傲慢な性格から、写真家のセシル・ビートンからは、愛嬌のあるブスなどとこき下ろされている。総督の任務を終えた後、夫妻は、第二次世界大戦終結後のフランスへ戻り、半ば引退の生活を送った。1952年に、ウィンザー公は、 弟ジョージ6世の体操に列席するため、イギリスへ戻ったが、ウォリスは招待されなかった。夫妻はイギリスにセカンドハウスを購入し、幾度かイギリスを訪問する者の,のウォリスは歓迎されず、夫の祖国であるにもかかわらず、この国は大嫌いを年親しいともにこぼしたという。さらに夫妻は、イギリスのファシストと目され、戦前にイギリスファシスト連合を率いており、親ナチスで知られ、 第二次世界大戦中は夫婦揃って国中に送られたオズワルド・モズレーと非常にしくなるなど倫理観に欠ける行動をとった。ようやく公的にウォリスが公爵夫人として招かれたのは1967年のメアリー王大合生誕100年式典が初めてであった。ウィンザー公が目の手術のために イギリスの病院に入院した際は、エリザベス二世とケント公爵夫人マリナ、ウィンザー公の実定、ジョージの未亡人が見舞っている。イギリス王室のメンバーで、率先して、ウィンザー公夫妻との和解に動いたのは、かつてはゴリスを憎んでいた、エリザベス女王だと言われている。エドワードが,が、癌の手術を受けた時には、エリザベス二世は、プリンス・オブ・ウェールズ、チャールズと見舞いに訪れた。 1972年、夫エドワードが亡くなり、その葬儀のためウォリスは初めて公爵夫人として、バッキンガム宮殿に滞在した。彼女は、義理の姉妹たち、エリザベス王大号、グロスター公爵夫人アリスらと並んで列席した。葬儀を終えたウォリスは、見送りに訪れた人々を一度も振り返らず、イギリスを去った。ウォリスは、女王の許しを得て、 パリのブローニュの森の城で余生を過ごした。1976年に義枚であるエリザベス王太号が訪問するが、ボリスは体調不良を理由に会談を直前にキャンセルして、い、二人のわだかまりは最後まで解けなかった。1986年4月24日、ボリスは自宅でその生涯を閉じた。彼女の葬儀はイギリスで王族として取り行われ、遺体は ウィンザー城近郊の王立墓地に葬られた。遺言により遺産はパリのパスツール研究所に寄付された。パリに所有していた不動産の一部は百貨店ハロッツのオーナーモハメド・アルファイドが購入した。この建物はアルファイドの息子ドディと元イギリス王大,大使ヒダヤナが事故死した後の998年に売りに出され、売り上げは慈善団体に寄付された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。